んにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい。はい、あ、今日も暑い。暑いね。バカみたいに暑い、これは。暑いです。本当に暑い。うん、今日は、うん、ちょっとお買い物マラソンでも何でもないんだけど、うん、大好評いただいてます。わけあり品、うん。結構セット品、うん、母の日のセットとか、うん、あといろんなセット品を販売させていただいた後って、やっぱりこう傷のものを分別して、うん、選別してね、出てきたりするので、うん、あのわけあり品がこういうタイミングで結構出ます。はい、で、まだね、発行全然してくれる、あの今本当に一番いい時期なので、そういう時期がいい、塩は塗らなくていい、そういう時期だからこそちょっと早めに出させていただきたいので、はい、ご紹介させていただきます。はい、で、わけあり品っていつも、傷がついてしまっているもの、うん、とか、うん、あとちょっと形が大幅に崩れてしまったものとかを入れさせて、うん、5個でワンセットで入れさせていただいているセットです。はい、で、わけあり品といっても、うん、本当に例えばじゃあ半分切れちゃってるようなないとかそういうんじゃなくて、うん、半分にこう追っかけちゃってるとかそういうないとかじゃなくて、うん、ちょっと例えばで見せさせていただくと、こう葉の先に傷があって葉折れしているものとか、うん、あと開いてしまっているもの、こう徒長っていうかな、うん、徒長前のなんていう葉がこう日が足らなくて開いてしまったもの、こういうものってもう輸入の時に結構普段は完全に水を切って輸入ってされてくるんだけど、うん、完全に水を切らない状態で輸入なんかされていたのして箱の中に入ってきちゃうと、うん、その箱の中に例えば1週間入ってる期間開いてしまいます、どうしても、うん、でそういう状態のものがあったりします。はい、はい、まあでもこれね、すぐ治っちゃう、2週間もすれば治るよね、日にやっておけば、うん、で途中したものはこのまま普通にこう置いといてもらって、うん、だんだんこう治ってくるので、うん、下の反れた葉っぱも上に向いてきます。はい、はい、だけどそれまでがちょっとね開いてる状態なので訳あり品っていう形になります。はい、あとはこれ可愛いんだけど、まあこれも多分傷が多い、あと成長点から花芽みたいになっちゃってる、そうなんだよね、可愛いね、うん、成長点が花芽になってしまってるっていうことです。それでビーキになっちゃった、そうあとはこれも成長点がなくなっちゃってるんだね、アメージンググレース。じゃあ分析しちゃうね、うん、これは割れちゃってる、そう、成長点から花芽が出たり成長点がないものは分頭して違うところから成長点が出て、うん、成長点がいっぱいで群生株になっていきます、うん、これは葉の割れ、かさぶた割れ、1枚だけなんだね。そう、これはこれも傷、こういうとこにかさぶたが多い、うん、で、大きい苗であればあるほど、うん、やっぱり生きてる期間が長いからね、いい音なくて生きてる期間が長いから傷もあります。で、大株のセットなんかはやっぱり外側にね傷があったりとかそういうのはあったんだけど、こう小さい株に関してはやっぱりちょっと、ね、こういう風に傷があったりっていうのは結構分けさせてもらってます。すごい大きくなった株、例えば10センチぐらいになった株でそれをやってしまうと、うん、販売できる株がなくなっちゃうので、うん、大きい株に関しては若干の傷はお見せしてから販売させていただいてます、うん、あとはこれも葉の傷だね、みんなね、うん、そんなに全然気にすることじゃないかなって思うけど、うん、あとはシルエットはちょっとね形がこうやっていびつなものが多いです、みんな、うん、形がこう肩部分割れてたりとか、うん、あとシルエットに関してはこんな感じで、こういうものを仕立て直すのに、うん、仕立て直すときは外側の葉っぱをちょっともいでもらって仕立て直してもらうか、もしくはこのまま一回発根させて芯がこう水吸ってきたなって分かってきたら外側は外してもらってもいいと思います。出っ張ってる部分ね、そう余分な部分とかな、そういうのね、こうやって、うん、腐ってるわけじゃなくて片側がちょっといびつになっちゃってるっていうのがシルエットは多いです。はい、あとはかな、タウレンシスは葉っぱの先が折れてるものが多い。これこの間紹介したプリトニスのあれバンプが入ってるんかなと思ったら違った。かさぶたが多い普通のメキシコポルデンシス。可愛いんだけど普通に。ちょっと本当にちょっとこうやって傷がある感じです。うん、あとはちょっとこれはローズクイーンは若干徒長してるのが入ってるのか。ね、こういう徒長しちゃったものは、うん、カットして
差し切ってもらえれば、成長点をとりあえずカットしちゃえば下からまた群生で3芽ぐらい出てきて、上の部分はそのまま植えてもらえれば全然平気です、はい、とにかく植えて仕立て直してしまえばこんなのもあるんだ、はい、リップスティックの葉折れ、でかいやつですこれは、ね、こんな感じで今回は結構たくさん出たといったので、うん、こうやってね、こんな感じ、ちょっと自分でも欲しいぐらいなんかあるかな、うんね、これは、あ、これもやっぱりちょっと開いちゃってるもんね、うん、欲しいぐらいだよね、ねえ、本当だよ、ねえ、うん、こんな感じかな、すぐ普通の状態に戻せる自信がある、うん、すぐもう本当に放置って言ったら失礼だけど、ね、本当に置いて、そう、置いておけばいいだけなので、そうすればキュッと戻っちゃうので、うん、自分なんかでも結構この苗欲しいと思って植え付けを忘れてて、こうテーブルのとこに、うん、下のとこ置きっぱなしで、うわ、やっちゃったっていう時あるの、うん、そういう時ってこうやって開いちゃってるんだよね結構、うん、だけどこれ1ヶ月もするともう全然あれ、開いてた株だったっけって思えるぐらい綺麗になっちゃいます、うん、確かに、うん、ね、だからでさ、なんかさ、そうなんだよ ね、うん、はい、ね、そう、すごい綺麗になっちゃうから、うん、だからね、全然そんなに気にしなくても大丈夫なぐらい自分は思います、うん、ね、これは皆様の感覚がね、またちょっとずつ違うと思うんで、これ割れてるんだ、外側が見割れしてる、ここ、うん、ね、外側の内側が ね、うん、ね、外側ね、びっくりした、トランペットになってるのかと思った。これもね、成長点から花芽が多い種類だったね、うん、そういう種類ってやっぱりあります、うん、ね、だからそんな感じでも、もしよろしければご購入ぜひぜひよろしくお願いします、はい、今夜21時に追加します。分けありだけ今回、 B 品とかは、うん、 B は今回はしないです。じゃあ分けありのみで、はい、分けありだけです。はい、じゃあさ、はい、ちょっと質問をさ、うん、読んでいい、うん、ちょっと俺もさ、下読みしてないから、うん、とりあえず質問っぽいやつをまとめただけだから、はい、ちょっとな内容把握してないまま読むんだけど、うんうん、みほみっぽさん、うん、母の日セット届きました、うん、これね、多分1週間ぐらい前のコメントなんだけど、うん、自分のご褒美に買いました。ブリキの家も私好みのカラーでした。ありがとうございます。可愛い子ばかりで寄せ植え楽しみです、はい、ビンゴカードが初めてなのですが、毎月あるんですか？ YouTube もできるだけ見てはいますが、見れない時もあって説明していただけると嬉しいです、はい、もしよろしくなったらお願いします。はい、ビンゴカード、うん、ビンゴ大会を、うん、一応ね、合言葉を入れていただくとビンゴ大会に参加できるようにビンゴカードを入れさせていただいてます、うん、で、第1弾と第2弾の母の日のセット、うん、それからおうち鉢のセット、うん、あと他にも鑑定の合言葉のやつとか、うん、まだ多分3種類ぐらいやってないのが残ってます、うん、で、そのビンゴ大会を YouTube のライブ配信で行います、はい、一応予定では次の土曜日、うん、来週の土曜日に予定してます、うん、はい、で3つとも全部一緒にやりたいなと思っているので、うん、もしどれかができなければできるやつだけ来週はやります、うん、はい、はい、だいたいいつも21時半ぐらいから始めさせていただいてます、うん、今回ちょっと3つなので多いので、少し早め21時ぐらいからスタートできればいいなと思ってます、うん、はい、ぜひご参加ください、はいはい、まあ、毎月っていう決まりはないんだけど、ね、毎月はやってるよね。大体毎月1回ぐらいやってます、うん、月1、2回、まあ2回はやってないから、うん、月1回ぐらいで、ね、うん、まとめてやってるような感じなので、うん、はい、ぜひお楽しみください、はい、結構景品も皆さん喜んでいただいて、うん、はい、はい、ぜひぜひ、はい、はい、次ね、8686ダイチェルさん、はい、この動画とは関係ないのですが、はい、質問があります。アンギキュラータ、うん、ケベリア、アンギキュラータ、うん、別名ミクイアナ、うん、ウングイキュレーター、うん、悪魔の爪をお迎えしました、うん、原種は全般的に育成難しいのでしょうか、うん、数年後には微小の親株に使いたいと思っています。この品種の育て方を教えてください。アンギキュラータあるんだよね、どっかに、うん、俺もね、後輩に使いたくて、うん、多分何年か前に買ったんがあったよね、黒っぽい方のやつだよね。そうそうそう、爪がギュッてなってるやつだよね。そうあれ夏結構弱いんで、夏だけ注意してください。で、虫も結構つきやすいんで、風通しよくしてあげて、うん、予防、虫がつかないための予防をしてあげるといいです、うん、あともう一つ、あれ花芽を出すと結構ボロボロになっちゃう。弱るんだよね。そう、成長点とその周りがここに残るぐらいになっちゃうので、花芽の時期しっかり水やりをする、あと花粉とか種取り終わったらもうすぐに花は撤去してあげてください。ですぐにもう回復の状態にしてあげないと結構ダメになっちゃうので気をつけてください。かっこいいよね、あれ、後輩したらね、うん、かっこいいと思うんだけど難しく、俺もまだ使ってないんだよね、なんかで使った気がする、出てると思う。
たださ、うん、あの原種が全般的に育成難しいっていうのはないよね。うん、原種でもすね全然簡単にどんどんでっかくなっちゃうやつもあるし、うん、シムランスとかもね全然丈夫にヒアリナだってそうだし、ブリタニスだってね、うん、ただちょっとそういう形に癖があるものはちょっと難易度が高いかなっていう、うん、そうだね、でも気をつけてあげれば全然その子に合った環境にしてあげればいいだけなので、癖を見極めてどこが原産地なのかっていうのをあと見極めて、どんな気温のところで育ってるかっていうのを見極めてあげれば、うん、その環境にを作ってあげればいいんだから、うん、そういう風にしてあげると育てやすいです。はい、はい、はい、じゃあ次ね、はい、ゆきんこさん、こんにちは。3日前、これ3日前、まあ4日前ぐらいかな、寒天、根出し経過ずっと動画で見れて、このような感じでも根が出る様子が見れて勇気が出ました。いつも丁寧な育成のアドバイス、今後もよろしくお願いします。ありがとうございます。質問、粉系に、あれ読んだ、読んでない、わかんない、まあ、とりあえず読んじゃうね、うん、質問、粉系に紅化スプレー等をかけると、この間読んだよね、うん、粉がなくなります。太陽に当てると戻るらしいのですが、なかなか戻りません。新芽が展開しないと難しいですか。粉系の第二胎児は水やりがベストでしょうか。電話をしてみたいのですが、お忙しいところ恐縮しています。よろしくお願いします。全然お電話大丈夫です。でちなみに、うん、粉系でも、うん、水やりして、まあ、例えばね、うん、全部剥がれることないけど、ダドレアとかは結構剥がれやすいんだけど、うん、剥がれたとすると、うん、粉がそこだけ戻るんじゃなくて、うん、全体的に粉って吹き出すから、太陽に当てると全体的に粉が出てきます、うん、やっぱりだから差は埋まらないってことね。そう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 、でちょっといいじゃん見せて、うん、ついでに寒天はそんなに粉剥げてないんだけど、うん、でこんな風に、うん、これもやっぱりスプレーかけてます、シュシュって跡があるんだけど、うん、で水をかけて成長が止まった、あ、今爪引っかいちゃった、こういう風に粉剥げしちゃいます、うん、でこれ上から水なるべくかけないように横からかけてるから、横は一向に粉は戻りません、うん、でも上からかけちゃうと粉がパーって飛んじゃうので、うん、なるべく毎年飛ばさないように一生懸命やるんだけど、たまにパーってかけちゃうんだよね、うん、そうすると取れちゃいます。でシャワーでこれ横からパーってやってる、だから、横が余計にない、そうね、そうだから全体的に粉も戻っていくので、剥げちゃったところだけがこうやって戻るわけじゃないので、うん、全体的に戻っていくので差がやっぱり出ちゃいます、こういう風にね、うん、だから差が出ちゃっても、あの徐々にね外葉で枯れ込んでいくと思って、あのでもなるべくかけない方がいいかも、うん、粉剥げかけないで済めば、うん、ね、あの、うん、ここなんかさ量が多いからそうもいかないけど、本当こう先っぽの細い水差しなんかでできるんであれば、それでやった方が綺麗にはなるよね。はい、暑い、やばい。はい、じゃあそんなところで今日は終わっちゃって大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。はい、なんか可愛いのあるままのない、これが今刺そうとしてて危なくてシャックスティン、うん、スパーツ破られたからこの人に。じゃあ離れよう。はい、ね、うん、はい、そんな感じです。はい、大丈夫ですか。はい。はい、じゃあ今日は、はい、うん、またお知らせがあったらショート動画なりなんなりで、で、訳あり、うん、セットは、うん、今日の土曜日の21時に更新です、はい、で在庫がある限りなので、今回はこれで在庫は終わりです、はいはい、また出てきた時に販売します、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそんなところで、はい、よろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。